佐藤あやみです。今回はですね、やっとドライブ動画を撮影することができました。ドライブの日が待ち遠しくて待ち遠しくて待ち遠しくてそわそわしてたんですけど、今回はですね NC ロードスターに乗ってドライブしました。夜のドライブ編とあとお昼のドライブ編で2つ分けて載せていきたいと思いますので、まずはお昼のドライブ編を見ていただけたらなと思います。で、あとアクションカメラを買ったんですけど、アクションカメラの映像を載せてるんですけど、ちょっと画質が悪いので、まあでも普通に映ってます。なんかちょっとあれ、なんか昭和のカメラかなって感じなほどはないけど、でもちょっと画質が悪いので皆さんご了承いただけると嬉しいです。では早速ドライブスタート。今日は本当に天気がいいですね。もうびっくりするぐらい天気が良くてテンション上がります。今ね、どこらへん、これとりあえず都内をブラブラって感じ、ブラブラしながらお台場に向かってます。でさ、思ったのが、なんかちっちゃいし、でもちゃんとスポーツカーでパドルシフトもついとうしっていうのがあるけん、すっごいなんかね、女の子とかにおすすめしたいやん。車好きの免許取り立てで車何買おうとか思った人とか、ロードスターいいかも、おすすめな気がする。なんかね、初心者の時とか、自分がね車慣れてない時とかさに、こういう安定した車で、でもなんか小回りも効くし、こう見渡しもいいし、女の子じゃなくても、まあ、初心者とか免許取り立ての人とかめっちゃいいかなって思う。いいね、楽しい。何より天気がいい、本当に。後で青空海で映します。あ、やばい、かっこいい。マフラーめっちゃでかい。マフラーでかいね。いや、GTR かっこいいよな。乗りたい。やつよ、今ほらそういうやつよ。今こういうとこ通ったら綺麗やろ。綺麗と思う、キラキラして、海が見えるよ。めちゃくちゃ綺麗、景色がすごいいい、眺めが封鎖できませんって感じ。じゃあパーキングエリアを探して、もうね、あれ下車校舎パーキングエリアをじゃあ今から探していきます。